90年代のトレンディードラマ最盛期に登場して以来、活躍を続けている豊田真穂さんをご紹介します。豊田真穂さんは1967年7月6日生まれで東京都のご出身です。7歳上のお姉さんと10歳上のお兄さんがおられます。自立心が強かった豊田さんは、スタイルの良さを生かして、 1983年にモデルを始めます。その時、彼女は17歳で、完全中高一貫校の学習院女子高等科に在籍していました。学習院女子では芸能活動が禁止だったため、翌年文化学院美術科に転校しています。モデル事務所に所属してからは、オーディションに果敢に挑み、 あっという間に20社近い CM が決まりました。トヨタさんがモデルの道を選んだのは、華やかな世界に憧れたこともありましたが、一人で3人の子供を育ててくれたお母さんを助けたいという気持ちが一番大きかったようです。モデルの収入から学費や生活費を払った残りは貯金をして、20歳の時にお母さんへ 家をプレゼントしました。トヨタさんの意志の強さ、たくましさが伝わってきます。モデルとして確実に成長していき、1986年19歳の時には、アニエス・ベイのパリコレクションにも出演しました。女優としてデビューしたのは、1989年に放映されたドラマ、愛し合ってるかいです。 モデルとしてのキャリアが5年あるとはいえ、小泉京子さん、陣内貴則さん、柳は敏郎さんといった、想像たる顔ぶれの中での初仕事は、さぞ緊張したに違いありません。頭が真っ白になって、セリフが出てこなかった、と、当時の心境を語っています。それからは、ドラマ、映画、 舞台と活躍していきます。90年代の終わり、バリバリ女優業をこなしていた頃、石田一生さんとの熱愛が報道されました。石田一生さんは中性的な雰囲気が魅力の俳優さんで、若者から絶大な人気を集めていました。俳優としての評価は相当高いもので、 数々のヒット作に出演されています。豊田さんと石田さんは、1997年に放送されたドラマ、エデンの東で初共演しており、この頃からお付き合いが始まったとの推測が有力なようです。豊田さん30歳、石田さん23歳の時でした。二人は割と交際をオープンにしていて、 海外旅行へ一緒に行ったり、同棲されたりといったことが大きく報じられていました。結婚も囁かれていましたが、3年半ほど同棲した後、二人は破局してしまいます。お互い仕事が忙しく、すれ違いが多かったことが原因ではないかとされています。豊田さんは若さいっぱいの恋愛から卒業し、 パートナーに求めるものも次第に変化していきました。互いに切磋琢磨し合える人と人生を歩んでいきたいと考えるようになったのです。そのタイミングで映画監督の青山真治さんと出会い、2002年7月9日、二人は結婚します。青山さんは映画監督の他に音楽家、小説家、 舞台演出家としても手腕を振るう、実に多彩な人物です。国内外で様々な賞を受賞されており、代表作には北九州サーガと呼ばれる三部作、ヘルプレス、ユリーカ、サットバケーションがあります。2001年に第54回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に選出された、 月の砂漠という作品で、豊田さんは主人公の美しい妻、ラを演じました。かねてから豊田さんに関心を寄せていた青山監督が、自ら出演のオファーをされたそうです。豊田さんは MC を務めていた情報番組が終了し、ちょうどお芝居がしたいと渇望していた時でしたので、 その依頼を二つ返事で快諾しました。青山さんに初めて会った時は大きくて驚いたのだそうです。長身の豊田さんにとっては滅多にない感覚だったのかもしれません。さらに髪の毛が腰より長いロン毛で私よりも髪が長いというところも密かにツボだったようです。 結婚後もお二人の関係は良好で、お互いに結婚生活を面白がっていたと言います。青山さんはお酒による失敗が多く、ちょいちょい道の真ん中で寝てしまうこともあったみたいで、ある時近所の人が寝ている青山さんを発見して、慌てて知らせてくれたことがあったらしいのですが、豊田さんは怒るでもなく、 焦るでもなく、淡々と旦那さんの寝姿を写真に撮るわけです。証拠写真というやつですね。酔いが覚めた時、青山さんがこの写真を見たら、猛烈に反省するだろうと思ってのこと。でも、青山さんは喜んじゃ。やってやったぞ、と言わんばかりの満足げな表情で写真を眺めていたのだそう。 お二人のやりとりがとても微笑ましく感じられるエピソードです。20年間おしどり夫婦として生活を共にしてきたお二人でしたが、2022年3月、青山さんは食道癌のためお亡くなりになりました。青山さんは頭で考えている量に比べて発せられる言葉の量が 圧倒的に少なかったと言います。迷っている段階ではアウトプットしないで、不器用に一つのことを突き詰めていく性格だったそうです。亡くなられた後に、青山さんのパソコンからは、書き溜められたたくさんの企画書などが見つかっています。その中には、2022年初夏にクランクインするはずだった、 新作の構想もありました。トヨタさんはその作品でキャスティングプロデューサーを務める予定だったこともあり、現在は残された企画書などをもとにスタッフの方たちと形にしていこうと奮闘されています。どのような作品が完成するのか、今後の報告に期待しましょう。最近のトヨタさんはというと、 少し俳優業のペースを落としている印象がありますが、実は大変多趣味で充実した生活を送っておられるようです。数多い趣味の中からいくつか挙げてみますと、まずは写真です。プロ並みの腕前で石田一生さんとの交際中には、彼を撮った写真集が出版されていて、愛病の日常を捉えた写真も秀逸です。 次に DIY。一時期は DIY の番組もされていました。DIY についてはお母さんの影響が少なからずあるようです。物のない時代に育ったお母さんは、物を大切に使う方で、リメイクするのがとても上手なのだそうです。トヨタさんもそのもったいない精神を受け継いで、 古いものを作り替える DIY が大好きなんです。また、共有前の絵師でもあります。着物のデザインを特別に習ったことはなく、自然に描けてしまったというところに、彼女の非凡さが現れています。美術学校時代に学んだことが土台にあるからこそでしょう。絵そのものがうまく、古典なども開かれています。 そして最も不思議な趣味が石集めです。あるテレビ番組で危機としてわらで石を探すトヨタさんの姿をお見かけしたことがありますが、いい意味で言っちゃってました。古くより日本には室内で石を鑑賞する文化があり、水石というらしいのですが、おそらくそういった高尚な趣味の一環なのでしょう。 もう一つ、動物好きなことを加えておきましょう。トヨタさんは動物が大好きで、動物保護活動にも熱心に取り組まれてきました。ご自身でもたくさんの保護犬、猫を飼われており、その子たちとのほんわかした生活ぶりが本になっています。2020年からはミニチュアパークスモールワールズ東京で、 動物保護活動ユニットの事務局長を務められ、そこでは保護犬猫の譲渡会やペットデーなどを企画されています。ペットデーは月に1回程度開催され、ペットと一緒に写真が撮れたり、3D フィギュアを作ったりできるのだとか。人が好きと語るトヨタさん。いろんな世界の人たちとのコミュニケーションを大切にしているのだそう。 だからこそ、トヨタさんの演じる人物には説得力があるのかもしれません。これからも応援しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。